今回は新企画、ちょっと前にも言ってたんですけど、さっき言ったの僕の勝手な、攻略法というか独断と偏見によるものなんで、これが全て正しいってわけじゃないんですけど、僕がどうやってこう走ってるか、まあ、サーキットの攻略法ですねをちょっとやっていこうと思います。以前つくれてちょっと自分で撮ったんですけど、あまりにもうまく走れなくてタイムも出てないんで、ちょっと人様にね教えれるようなあれじゃないんで、まあ根性もねそんなにあれなんですけど、一応ポイントとかライン取りとかそういうのを、まあ多分主に VAB 乗ってるんで VAB 乗りの四駆向けのになっちゃうかなと思うんですけど、まあ FF、FR でもね応用できるとこあると思うんですけど、じゃあ早速、まずね、まあここからスタートしていきますよね。 この辺かな、コントロールラインがここら辺からなんで、まあ、ここのスタートね、こっちまで膨らんで助走つけてスタートしてもいいし、ここから、まあ、ここオレンジ線なんであんまり良くないんですけど、ちょっと踏むぐらいはいいと思うんで、ここから助走つけて、まあ、僕の場合はちょっと軽量化してるんで3速で行ってます。皆さんは多分2速とかになるかもしれないですけど、ここやっぱり助走つけて、タイムアタックなんでレースじゃないんでね、周回するわけじゃないんで、こう助走つけてまず最高速伸ばします。で多分4速入ると思うんですけど、ブレーキングポイントはだいたいこの白線あると思うんですけど、それより多分手前だと思いますね。でここはまっすぐ制動するんですけど、 R が大きいのでそこまであのコース広く取んなくて もうここから斜めにこの縁石インにめがけていくように斜めにブレーキします。斜めすぎるとリアがブレーキするんで、まあほどほどに。でみんな多分ね初心者の方とか、まあ中級者でも突っ込みすぎてる方が多いんで、あのブレーキここの辺まで踏んでる人はもうダメです。この辺まで 100% で踏んで、ここからはもうほとんどリリース、ノーズダイブかなりしちゃっててアンダーになるんで、姿勢をどんどん戻してってあげます。でもうこの辺からはドカンと踏めるような車の姿勢を作んないといけないんで、この辺であのフロントのタイヤが鳴ってるのはアウトです。ギュリギュリで切って曲がんないのはもうアンダーなんで、それも車速が高い、ブレーキが多い。でここの加速はこっちに行くんじゃなくてこっちに行くイメージで立ち上がっていきます。でずっと行って、ここは一番きついコーナーなんで、まあ、2速まで落とすと思うんですけど、あんまりイン入りすぎると周りがきついです。まあ、この辺からこうアプローチしていって、ここの縁石左前のタイヤは触れるぐらいでいいと思います。でこっち幅もいっぱい使ってください。でコーナーの進入はさっきも言ったんですけど、ブレーキあまりしすぎてるとアンダーで曲がれませんので、タイヤをね鳴らしてるのが、まあもう鳴ってるのはもうまずアウトなんで、あの優しい運転してあげてください。車速が一見落ちて遅いと思う方もいると思うんですけど、車の姿勢の方が優先なんで、まあちゃんと曲がる姿勢作ってあげて、もう踏んであげてください。ここドカッとで立ち上がる。でここはちょっとはらんでもいいんですけど、はらむ必要ないかなと思います。僕はまっすぐここでブレーキして、でコーナーはさっきも言った通り頑張りすぎないで立ち上がる。でここも視線はこっちに立ち上がるんじゃなくてこっちに行くようなイメージ。打角強すぎちゃうとあの跳ねちゃったりピッチング出たりで、リアもブレークしやすいんで、優しくコーナー立ち上がるときはステアリングはもう戻していく方向なんで、こうコース幅いっぱい使えるように。でここも S 字の進入も次のここを頑張ってここを伸ばしたいんで、こっちはほどほどにしてください。でもうここがっつり縁石乗っちゃっていいと思います。僕はもう4輪乗る勢いで僕は乗ってます。
でこっちも踏んでちゃんときちんと着地してから踏み込む。ここはちょっと2足か3足か皆さん迷うと思うんですけど、2足で足りる人は2足のままでいいと思います。上級者になってくると2足はレブるんで、ここで3に入れてください。でここもあんま頑張りすぎるとこっちに行って苦しいんで、まあ、そこそこのコース幅、ま、最終曲がるのにこっち寄せたいんで、まあ、ミドルぐらいでもいいんですけど、それぐらい意識してきっちりブレーキして、でさっきもコーナーの進入は何回も言ってますけど、ブレーキを残さない、残す人がかなり結構多いですね。やっぱオンボードとかね SNS とかで見るんですけど、ブレーキしてこうタイヤスタイリング切るときにもタイヤ鳴っちゃってる人、それはブレーキが強いか、もしくは進入速度が高い、もう単純にオーバースピードです。なんで多分ね、一番速くなる肝はそこだと思うんで、ブレーキからステアリング切る時のその移行の感覚だったり、そういうのがタイヤ鳴っててね、攻めてる感あって俺頑張ってるって結構思う方いると思うんですけどね、それもうアンダー出たら完全に遅いです。ステアリング切って切った分だけ曲がらないってことはもうアンダーなので、そこをちょっと意識してまず優しく走ってあげる。まずねラインをトレースしてあげる、狙ったラインを走るっていうのは大事なんで、ギリギリアンダーが出るか出ないかのスピードでちゃんとラインに乗っけてあげることが大事です。でここも外まで使いたいんですけど、結構ねリアが出てオーバー出たりとか、結構もうここクラッシュパッドなんで、ここはねあんまり最初のうちは無理しなくていいと思いますんで、僕は結構ねここケツ出しながらねすりそうなぐらい攻めちゃうんですけど、慣れてからでいいと思います。そこははい、そんな感じですね。一応コース図で説明できるのは、あとは僕の車載見てもらって、まあ、ちょっと軽さも違うしグリップも違うんで、ちょっと参考にしにくい部分はあると思うんですけど、車の動きっていうのはやっぱ VAB で基本変わらないんで、ちょっとそれを意識してみてあげてください。とにかく僕が皆さんに言いたいのは、結構ねタイヤギュルギュル鳴らしてる人いるんですけど、それねやめるだけで全然タイム伸びます。こんなにスピード落としていいのかなって思う方いると思うんですけど、まず本当にちゃんと曲がるっていうことが大事になって、直線でスピードを稼ぐっていうのがやっぱり速く走るセオリーになって、そんな感じでちょっと走ってみてください。ちょっと車載動画も載せますんで、参考になったら幸いです。そんな感じで本庄の攻略はこんな感じです。はい。